こんにちは、メガネチャンネルです。今日の動画はですね、アドビキャラクターアニメーターで作った新しいパペットのご紹介をしたいと思います。普段メガネチャンネルで僕が活用しているキャラクターのパペットっていうのは3体あるんですね。じゃあ一つずつパペットの紹介をしてみたいと思います。まずはこちらのパペットです。今動いてるね、このキャラクターなんですけど、メガネチャンネル基本はこのパペットを使っています。表情とか仕草とか、あと衣装とか随時ね更新しながら運用してます。このキャラクターがメガネチャンネルの基本のキャラクターです。はい、で2つ目がこちらのキャラクターですね。ゲームしてます。はい、ゲーム実況の動画を作る時の専用のパペットになります。実はね、このキャラクター一番表情の種類が多いパペットなんですね。なので自分で作っといてあまり使いこなせてないんですけど、まあ、最近あのマザー3の実況もねやってますので最近活用してますね。これが2つ目のパペットです。はい、で最後3つ目がこちらです。まあ、Vlog というか街歩き系のキャラクター、お出かけ動画を作る時とかに使っているパペットですね。キャラクターアニメーターって歩くモーションがあるんですよ。なのでせっかくなので使ってみたいなと思って作ったパペットです。以上3体、普段僕が使っているメガネチャンネルのキャラクターのデータでした。さあ、そんなメガネチャンネルに新しい4体目のパペットを作りましたのでお披露目したいと思います。それがこちらです。このパペットはですね、僕の動画って特にキャラクターアニメーターとかね、チュートリアルの動画をよく作ったりするんですけど、 iPad とか Mac とかの画面見せる動画がすごく多いんですよね。なのでそういうメイキング系の動画に使えるパペット、前からちょっと欲しかったんですよね。なので実際に画面を見せながらキャラクターも作業しているという感じの PC を操作しているようなところをね見せる時に使いたいなというキャラクターです。でせっかくなのでこのキャラクターのねパペットのデータのメイキング、実際にどういう設定になっているのかっていうのをご紹介したいと思います。まずはね、レイヤーの構造をご覧ください。こんな感じです。それじゃあね、ざっとレイヤー構造を上から確認していきましょう。まず一番上にオルトアイテムというフォルダを作って、この中に機材 iPad、 左腕 MacBook が入ってるような感じですね。でその下にヘッド、頭のフォルダがあって、その中にオルトヘッド、あと普通のヘッドですね。オルトヘッドが正面の顔のデータですね。で普通のヘッドが横顔で、この中にはね前髪、まあ、ちょっと動きをつけるね、ダングルで動きをつける髪のフォルダと、右眉と左眉で、右目と左目が入ってます。ヘッドタグは基本中のセットは2つとも同じですね。でヘッドとボディのフォルダの間にテーブルがありますね。テーブルはね便宜上この位置にないといけないんですよね。で体、ボディのタグがあって、この中には体のバックグラウンドと、ライトアーム、右腕がね、あります。これがこのパペットのレイヤーの構造になります。はい、それでは今度はですね、動きを確認していきましょう。トリガーでいろんな設定をね作りました。まず顔の向きですね、デフォルトは横顔で、キーボードの Q を押すと1回押すとですね正面の顔に切り替わるというトリガーを設定してます。次に表情ですね、デフォルトの表情があって、数字を割り当ててます。1番が笑顔、2番が悲しい、3番が怒る、4番が驚く、5番が、これなんて読むんだっけあ、すぼめるだ、目をすぼめる感じのトリガーですね。はい、次がですね機材になります。 iPad と MacBook を機材、これトリガーで切り替えられるようになってます。で基本的には右手に Apple Pencil を持たせてるんで iPad での作業が基本かなと思ってるんですけど、
Mac にこうやって切り替えるとですね、ちょうど Apple Pencil が隠れて、なんかこうキーボードをタッチしてるみたいな、マウスを操作してるみたいなね感じになるかなと。はい、で最後ここ大事なんですけどね、ジェスチャーになります。まずアルファベットの A を押すと、ゆっくり Apple Pencil を使ってね書いてるようなジェスチャーを設定しました。で S を押すと、もうちょっと大きく画面いっぱいにね絵を描くような大げさな動きをね設定しました。で D を押すと、ペンをね顔の方に持ち上げて一旦作業を止めるような感じで、 F を押すと、これは MacBook にしてキーボードをねタイピングしているような動きを両手で設定してみました。どうですかね、なかなか様になってるでしょ。でこのパペットの使い方としてはこんな感じをイメージしてます。動画で画面全体、例えばね僕のコンピューターの画面をキャプチャーで見せて、それを実際に操作しているみたいなイメージですね。 iPad Pro で僕が絵を描いているところを画面収録して、それを実際にキャラクターを動かしながらね作業しながら描いてるみたいな動画を作りたいなと思ってね、このパペットを作ってみました。はい、いかがだったでしょうか。出来たてホヤホヤのパペットの裏側の設定を全部見せてしまうというね、まあ、完成して嬉しかったんでね、ちょっと裏側を紹介してしまいました。キャラクターアニメーターってね、やっぱりちょっといけずなアプリケーションで、なかなかね1回でうまくいかないんですよね。でうまくこうどうしたらうまくいくかなってね、こういろいろガチャガチャいじりながらね調整していくのが、まあ、めんどくさくもあり、まあ、楽しくもあるんですけどね。で出来上がった時っていうかね、うまく動いた時ってやっぱりすごい嬉しいんですよ。もしね同じようなキャラクターを作りたいなっていう人いたらですね、参考になれば幸いです。はい、それでは今日の動画はこれで終わりです。よかったら評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それじゃあまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。